今回の GT プラスは今シーズンのスーパー GT で心に残った衝撃シーンを一挙大放出。さらにサーキットの女神レースクイーンにロックオン。普段見られない女神たちの素顔に迫る。そしてついにベールを脱いだ新型スバル BRZ、 その激レア映像を大公開。まずはこちら、岡添のっちゃんのレース中失礼します。今回はいつもサーキットで映えまくっているレースクイーンの皆さんについていろいろ聞いてみたいと思います。サーキットを華やかに彩るレースクイーン。スタート前にはグリッドボードを掲げ、レースを華やかに盛り上げたりと、スーパー GT のさまざまなシーンで大活躍しています。そんなレースクイーンにマキちゃんはどうしても聞きたいことがあるようです。お、見てください、とってもお綺麗な、まさに映えの方がいらっしゃいます。お忙しいところすみません、レース中失礼します。お、見てください、お綺麗、鮮やかなコスチュームが印象的なフェラチみのりさん。本当にこの素敵なコスチュームだと思うんですけれども、なんかどういったポイントとかってありますか？確かにレースクイーンのコスチュームデザインはチームによって様々、とても個性豊かですが、どんなコンセプトで作られているんでしょうか？和光図カラーを基調としていて、今までよりも白の部分が増えて、はいはい、ピンクと青の部分がよりはっきりとした色になってます。でサーキットで一番目立つ色だと思います。このピンク蛍光だし、かなり目立ちますよね、はいはい、チームのイメージカラーを基調としてより目立つように工夫されているんですね。ぜひカメラに向かって決めポーズをお願いします。はい、おー様になる。ここでマキちゃん大胆なお願い、決めポーズを本当におこがましいんですけど伝授していただきたくて、いいですか？はい、頑張ります。お願いします。お願いします。どうされてるんですか？そうですね、ちょっとウエストが細く見えるように、はい、やっぱり腰にこう手を当てて、腰に手を当てて、写真でも足が長く見えるように、はい、思った以上にこう開いたりしてます。え、開いた方がいいんですか？はい、開いたり、つま先で立つ、つま先でもこれバランス取るの難しいですよね。そうですね、結構体幹が鍛えられます。そっか、え、前に出すんですか？まあ、そうです、前にこう、出して足長効果を狙ってます。足長効果、はい。マキちゃんの決めポーズ、なんかぎこちない。なんか違う。ちょっとこう手でウエストを細く見えるように隠したり。なんか違いますよね。ここからは GT500 レースクイーンコスチューブコレクション。京浜リアルレーシングを応援する京浜ブルーナビゲーター2020のエミリです。2020年シーズンの京浜レースクイーンのコスチュームはこのハイウエストのパンツがポイントになっています。ブーツとパンツの素材が同一素材で作られているので抜群の足長効果がありますよ。さらに胸元にドドーンと大きくプリントされた景品ロゴで景品愛をアピールしちゃいます。2020年シーズンもチャンピオン目指してイケイ景品、たくさんの応援よろしくお願いします。はい、チーズ。続いては、あ、かっこいい、キーパーエンジェルズ小島みやびさん。ポイントはこのスカートの形が V になってて、はいはいはい、綺麗に見える。そうですね、ここが、はい、結構生地感とかも珍しい感じがしますけれども、そうですね、あのコーティング の会社なので、あ、キーパーが、はい、キーパーコーティングをイメージして、はいはい、このツルッとした生地になってます。ここでマキちゃんが再び決めポーズに挑戦。キーパーポーズ。あ、キーパーポーズお願いします。これが K になってます。あ、はいはい、これでキーで、はい、2、
はい、かわいいですねこれ。せーの、キーパー。続いては36号車 TGR チーム au トムスを応援する au サーキットクイーンの近藤雅です。コスチュームのポイントはサイドスカートのセクシーな部分とトータルで見てもらってスタイルがより際立つデザインとなっています。皆さんこんにちは。モチューロテック GTR を応援する2020モチューロサーキットレディの伊沢萌香です。コスチュームのポイントは毎年赤色の衣装なんですけど、今年は首元のフリルといろんなところにあしらわれたパールがすごい可愛くて特徴的なコスチュームになっております。決めポーズとかってありますか？決めポーズは、基本的に私たちのチームはオーソドックスなポーズが多いので、はい、多分やりやすいと思うんですけど。本当ですか？はい、ちょっとやっとできるかも、はい、足をちょっとこうクロスするので、で手を上げてでこういう感じですね。あ、これだけ手とか振ったり。あ、手が振る。以上、岡添真希ちゃんのレース中失礼しますでした。コロナ禍の影響により開幕が7月にずれ込んだスーパー GT2020 シーズン。異例のレーススケジュールの中、数々のドラマが生まれた。そこで特に衝撃的だった名シーンを厳選。スーパー GT心に残る衝撃シーン大特集。皆さん、衝撃シーンと聞いて思い出す場面ありますか？今年はでもかなりたくさんありましたよね。たくさんありすぎて、衝撃シーンだらけだもんね、まずシーズン始まっていきなりあのスープラの独占ですよね。今シーズン GT500 クラスはトヨタがニューマシンスープラを投入、日産は GTR を一新、ホンダは史上初フロントエンジンの NSX での参戦となった。開幕戦富士、なんと1位から5位までスープラが独占するという衝撃的な幕開けとなった。あとなんだろうな、印象的なのはなんですかね、まあ、星野監督はね、なんかすごく平峰選手と監督が平峰選手の活躍を人一倍喜んでるし、そうそれがすごいね伝わってくるんですよね、なんかこう男気ある走り、監督も好きなんだろうし。今シーズン GT500 クラスにデビューした29歳の遅咲きルーキー平峰一輝、加入したチームはあの元祖日本一速い男星野一義率いるカルソニックインパル GTR。 星野監督の前回魂を彷彿とさせる平峰の息のいい走りが星野の胸を熱くしている。さあ、そして平峰一気に5コーナーだ。ものすごい飛び込みだ平峰一輝。さらに星野の心をわしづかみにしているのが強気な発言。弾持ってるよ。あ、持ってますか？持ってるよ。ないの弾？いや、ないの弾？前にいる車とにかく抜いたろうと思ってとりあえず暴れてきました。そんな平峰の番組一押しバトルがこちら。前回魂の申し子平峰一輝 VS イケイケ男関口雄飛。英雄スープラ関口といえばこの発言。負けたくないというか誰にも負ける気がしてないんで。そんなイケイケレース人生を歩んできた関口に平峰が真っ向勝負を挑む。
危ない、おお、そこから行くのっていう、おおいおいおい、近すぎるよ、近すぎる、おお強い、押し出し、そしてなんと関口追いやられてかわされてしまった。星野の全開魂を受け継ぐ男、平峰の男気あふれる名バトルだった。まだまだ続く衝撃シーン、上位を狙うレイブリック NSX とキーパースープラ同時ピットイン。その時キーパーキャシディがレイブリックに追突。レイブリック NSX はマシンを破損、レースを台無しにされてしまった山本直樹はこの表情。破損、レースを台無しにされてしまった山本直樹はこの表情。スープラ NSX スープラ衝撃の3ワイド、ストレート伸びる、ストレート伸びる、また並んだ、また並んだ、そしてサイドスリップを使ってスリーワイドだ、スリーワイドだ、石浦弘明が横から並んでくる、そして坪井が前に出た。ベテランの技と若手の勢いがぶつかり合った衝撃シーンだった。さあそれではここからですけど、はい、中でも一番、衝撃だったシーンをそれぞれに上げていただきたいと思います。ここからは3人の心に残る衝撃シーンを発表。それじゃあまずはマキちゃんからお願いします。私はこちらです。第6戦鈴鹿でのスバル BRZ61 号車の発車できない、覚えてますか？発車できない、岡添が選んだ発車できない衝撃シーンとは。岡添真希ちゃんのレース中失礼します。ドライバー交代の時、メカニックさんだけでなくドライバーさんもかなり慌ただしく動いているようですが、一体何をされているのでしょうか？勝負の鍵を握るのがピット作業、ここで順位が大きく入れ替わることがある、まさにレースの肝。景品とモチュールサイドバイサイドピットロード、しかしモチュール後ろに下がった、景品が前に出ました。そのためピットで行われるタイヤ交換、給油、そしてドライバー交代は迅速に終えることが重要となります。今回はちょっと見えづらいドライバー交代を深掘り。すいません、レース中失礼します。あのピット作業の時にすごいドライバーさんたちも慌ただしくなんかされてるじゃないですか、あれは何をされてるんですか？なんかすごいガーッと降りる前に、うん、あのいろんなものがあのついてるんで、それを外したり、はい、まあ、次の人のためにベルトを緩めたりとかして、はい、素早く交代してます。何秒ぐらいの間に実質されてるんですか？大体20秒ぐらいですね。20秒、はい、実際にその作業を見せていただいてもいいですか？お願いします。わかりました、頑張ります。ドライバーさんはいろいろな作業をしているそうで、今回は特別に見せてもらえることに。それではドライバー交代平田選手が降りるまでなんと3秒、続いて千代選手が乗り込み、手前のメガニックさんがシートベルトを締め、同時に助手席側でいろんな線をつないでいます。シートベルトを締めるまで20秒半。おー、めっちゃ軽々軽々軽々すぎてびっくりしました。軽々素早くやんなきゃいけないんでね、僕ら。しか
かもやっぱりなんか線がたくさんありますね。そうなんですよ、あのドリンクもあるし、はい、これ見てもらうと分かるんですけど、これ無線機で、はい、これドリンクのホース刺すところで、あ、ここについてる、あ、そうか、なんでピット入ってきたら、はい、ピット入りますって無線機を、無線を入れてこれを外す、はい、でその次に止まったらシートベルト外して、はい、でハンドル上げて出るっていう、全部で20秒、千代くんが乗ってベルト締めるところまで20秒で収めるっていう、めっちゃドキドキしますね。しませんもん。いやまあ緊張しますよね。やっぱここでも、はい、やっぱりこのタイムを稼げるんで。無線とドリンクホースの脱着、同時にステアリングを跳ね上げシートベルトを外していました。ではレース中の様子を見てみましょう。ピットロードに入った時点ですでに無線とドリンクホースを外しています。そう、迅速にドライバー交代を完了させるため停止する前に交代の準備は始まっているんです。短い時間でより正確に早く交代するっていうのが僕ら求められてるんで、すごい大変です。はい、びっくりしました。すごい線がたくさんありすぎて、さっきのあのこれなんか無線機とかね、もう、はい、おかずさんもやってみますか。教えてください。はい、じゃあぜひ。なんとまきちゃんドライバー交代に初挑戦。シートベルトを外し降りるまでを計測します。で実際はここにレバーがあるんで、これを引っ張るとハンドルが跳ね上がるんで、おなんで 止まったとして仮定したら、まずこれをバックルをどっちかにひねって、はい、ギュッてやると開くんで、あ、そうですね、さあいよいよ緊張の瞬間です。怖い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 、あーごめんなさい。なんか出てくるときおじいちゃんみたいになってるけど大丈夫？今何秒ぐらいですか？25秒ぐらい。1人で25秒アウト。めっちゃドキドキしてますもん今。ここの作業もすごい大事ですよね。いっぱい練習して乗れるようにしてください。めっちゃ本当緊張する。寿命縮む本当に。これはGT プラスニュース。さらに心に残る衝撃シーンの連発。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。GT2020 心に残る衝撃シーンを発表。私はこちらです。第6戦鈴鹿でのスバル BRZ61 号車の発車できない、発車できない。第6戦鈴鹿、スバル BRZ は2位を大きく引き離し勝利は確実と思われた。しかしどう、そしてクラッシュだ SG。 なんとセーフティーカーが宣言される。これでピットインは禁止になり、スバル入れない。岡添の衝撃シーンは発車したいのに発車できない井口拓人のこの切ない表情。ヒットインのタイミングを逃し、スバルは一気に12位まで転落、優勝争いからも脱落。横水さんお願いします。はい、はい、僕の衝撃だったのは気になるな、はい、第6戦モチュール GTR の大逆転勝利ですね。ドラマの始まりは公式予選。
なんとモチュール GTR 松田次男がアタックに失敗。マシンを大破してしまった。これで最後尾からのスタート。迎えた決勝レース中盤、セーフティーカーが宣言されたその時だった。セーフティーカー宣言とほぼ同時にピットに入ったモチュール GTR がトップに立った。モチュール GTR は最後までトップを守りきり大逆転勝利。まさに地獄から天国を味わった奇跡の衝撃シーンだった。地獄から天国を味わった奇跡の衝撃シーンだった。松田選手も前日クラッシュをしてメンタルがボロボロだったんですよ。 ね、その中でトップでゴールするっていう、それを任務完遂したところもやっぱり素晴らしかったと思います、ね、感動しましたね。では中尾さんお願いします。僕はですね、果たして中尾が選んだ衝撃シーンとは。スーパー GT2020 心に残る衝撃シーンを発表。僕はですね、はい、こちらです。第3戦、ロータス柳田選手、うん、それは第3戦鈴鹿 GT300 クラス、4台による3位表彰台をかけたバトル中に起こった。そして井口がいいよ、ねじ込みたいねじ込みたい、そして柳田が入っていった。3番目柳田だ。ロータス柳田正隆が一瞬の隙を突き2台を一気にオーバーテイク。3位表彰台をもぎ取った技ありの衝撃シーン。柳田選手も500クラスも経験しての、はい、やっぱりベテランの中で、うん、ああいう瞬間にやっぱ出ますよね、経験値というか、うん、あそこでなかなかね、あのスプーンの中で、はい、スプーンコーナーの中で2台抜きってね、見たことないですからね、はい、これ最終戦には今回上げたものを超える衝撃シーンがあるかもしれません。最終戦も絶対にお見逃しなく。 FIA F4 ジャパニーズチャンピオンシップがツインリンクモテギで開催された。第7戦はポールスタートの平響が平木礼二とのバトルを制し今季6勝目。やった嬉しい。続く第8戦も平がポール2ウィン。チャンピオンに王手をかけた。第9戦、平のチャンピオン獲得がかかった大一番。平はトップでチェッカーを受けるが、ライバルが意地を見せポイントを獲得し、チャンピオン決定は次戦へ持ち越された。スーパー GT2020 チームラインナップ。チーム国光の山本直樹です。秋田忠介です。チーム一丸となってタイトル目指して頑張りたいと思います。僕は移籍して1年目になるんですけど、チームの皆さんと力を合わせて、チャンピオン奪還できるように頑張っていると思います。ついにチャンピオンが決まる。スーパー GT2020 チームラインナップ。マックスレーシング A ドライバー久保利太郎です。 B ドライバーの三宅敦です。今年から参戦している新規チームですが、チーム一丸となって少しでも高い順位目指して頑張っていきます。 F4 からステップアップしてきたばかりなんですけど、皆さんの足を引っ張らないように頑張ります。チャンピオンの可能性を残すのはなんと10チーム。史上稀に見る大接戦の GT500 チャンピオン争い。歴史的瞬間を見逃すな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンピオン決定。アイコンゲチームを支える優に密着。ちょっと食いすぎなんですよね。見逃すなよ。